皆さんのね、会社、やっぱり譲ることがきっちりできてないと、次の代がいないと会社は続きませんよね。ですから、そういう意味ではね、今日は遺言と家訓についてお話をさせていただきます。皆さん、こんにちは。トーマコンサルタントグループ、トーマアキオです。私の著書、成功する事業承継より、今日から皆さんの会社を100年企業にするためのエッセンスをお届けさせていただきます。ゆるぞもんの心得、皆さんのね、会社、やっぱり譲ることがきっちりできてないと、次の代がいないと会社は続きませんよね。ですから、そういう意味ではね、今日は遺言と家訓についてお話をさせていただきます。まず家訓ね、家系図を作り、企業が継続するように配慮する、これも重要だと思います。家訓は企業理念や経営理念ではフォローできない部分を補います。会社では経営理念、家では家訓ですよね。やっぱりそういうことです。で、山本のの家訓書には、後継者が成人に達した時、無能だったらお店の許せる範囲でお金をあげて仕事をさせるなと書かれています。また家系図を作り、後継者を見える化しておくことも非常に重要だということを、ね、言われます。まず家訓なんですけど、山本のりのようなですね、これは社長が言ってました。これがあるから俺は一生懸命やんないといけない、いつか追い出されたら困るんだということで、この家訓面白いですよね。後継者が成人に達した時、無能だったらお店に譲れる範囲内でお金、これは悪いことしないようにお金はあげるけど仕事はさせないという、そういう家訓なんですね。これはやっぱり素晴らしいと思いますよね。くず餅の船橋屋さんは、実は今の社長素晴らしくできるんですけど、そのお父さんは養子なんですね。船橋屋のね、渡辺家の養子なんです。で、その養子は実は長男がいたんだけど、長男は継ぐことができないっていうことが、その先々代が分かって、それに対して養子を入れて、その代の人が継いでるっていうことになります。で、日本は実は100年以上老舗企業が多いのは、実は老舗というのが実は持ったんですね。私どもも実は、私のひいおじいちゃんが創業した司法書士事務所は子供がいなかったので、うちの、ね、おじいちゃんは養子でした、ね。これは子供がいなくて、で、会社の中で一番優秀なものを養子に迎えたということなんです。うちのおじいちゃんは小学校飛び級したっていう方なんですけど、そのぐらいできた人です。その末裔はちょっとあんまり良くないかもしれないけども、そういう意味ではね、そうやって人弁さんもですね、そう言ってました。明治維新の時にですね、侍がね、今まで付けだったんです。付けの支払いを明治維新になって侍じゃなくなったので、俺払わないよっつって付けを全部逃げたそうなんです。で、人弁さんの付けたね、ところは全部払いがなくてお金に困った。その時に養子だった後継者が商品券を発売したんです。商品券、この商品券でこれを買うと安く鰹節を出る時に売りますよっていうことで、商品券買って前金が入って、それで資金繰りを直したっていうことがあります。ですから、そういう意味ではちゃんとね、後継者も作るためにも、こういう家訓を大事にする。千引屋さんもバブルの時にですね、毎日のように不動産屋が来てですね、この土地買ったら来年再来年3倍になりますよって、おいしい話がいっぱい来たそうです。けど彼はね、浮いた話に乗らないという家訓があってですね、そんな浮いた話じゃなくて仕事を一生懸命やろうっていうことでやんなかった。今はですね、日本橋の再開発で素晴らしいビルをね、お持ちですよね。マンダリンホテルの下にね、銀行と共有ですけど、ビルを持ってですね、もう松材まで繁栄するようなビルをお持ちで、または日本橋の別のところでも土地を持って、そういうことをしてですね、日本橋の再開発にも手伝っているということで、やっぱり家訓というのも非常に大事だな。から家系図もですね、やっぱり大事です。将来の後継者を決めるのにね、自分に子供がいなかったりしたら、誰か自分の周りにいないかなということを見る意味で、家系図を作ってですね、その人が何をやってるか見るってことも必要です。私ども家訓のお手伝いもしますし、それから後継者を探すお手伝いしますけど、必ず子供がいないなんて方の場合は家系図を作ってもらって、必ずこの人は何をやってるんですか、どういう人ですかということを聞きながら会って、その人を例えばね、社長に添える、または養子にしてみる。子供のいない家庭の場合はお墓がもう無縁になるわけですね。ですから、例えば長男で代々続いている家系があって、子供がいなかったらそのお墓は
ね、代々続いているものが誰もお参りをする人がいなくなってしまうんですね。ですから養子を取る必要もあるんです。だから例えば妹の子供を養子に取るとか、そういう形でやっぱり家計を残していくっていう意味でも養子を取るっていうのも意味がありますし、企業を残す意味でも家計を取って後継者を見つける、そんなことも必要かなというふうに思います。事業承継の目処が立ったら相続財産にしないようにする、節税対策をし妻の生活も考える。最近はですね、争う族の罪な産って書くんですね。財産があるとですね、遺言を書く場合まず事業承継を考え、その後に親族同士が争うことないように財産の分配を考えます。その時に一番考慮しなければいけないことが節税です。ここは信頼できる専門家に任せるのがベストでしょう。同時に残された奥様の生活も考えて相続することを忘れてはいません。私ども今50人ぐらいの、ね、税理士会計士の専門家がこの部分でいろんな方にお役立ちをさせていただいてます。今日も、かなり有名な企業の契約が来たということで話が、ありました。やっぱりいろんな意味で困ってるわけですね。ですからそういう意味ではその遺言を書いて実際にいろんなことをやると税金がわかるわけですね。そうすると争いをなくすということと税金額が分かる、だから節税をしなきゃいけない、まあ、そういうことになるわけです。ですからまず遺言を書いたら、ね、それによって相続税の試算をしてみる。そうすると相続税の親族争いの防ぐ、これは遺留分っていうのもありますから、その遺留分を防ぐためにもそれが遺留分を侵害してないかどうかのチェックをする。それから税金がそれぞれ払えるのかどうか、その辺のことで節税も考えなきゃいけない。そんなストーリーをトーマグループは50人の専門家が、今200人いる中で50人の専門家がそれを、ね、受けております。そういう形にして、皆さんのお役立ちをしています。からよく忘れちゃうのが奥様の生活です。奥様ね、ご主人が亡くなって収入が途絶えた時にね、ちゃんと奥様の生活も守られてるのかどうか、それを考えなければいけないんではないかなというふうに思います。奥様は年に2回ぐらい海外旅行に行ったり、お孫さんにお小遣いをね、あげられるようなね、余裕のある生活ができてるのかどうか、それをやっぱりきちっと遺言の中にも入れるし、そういう形で手当てをしていかなければいけない、そういうふうに思います。相続税のね、支払いで救急したり、何かね、相続対策で、ね、とんでもないところに住まわされたり、そんなことがあってはいけないですよね。やっぱり残された人生、やっぱりご主人と一緒になってこの会社を苦労して作ってきたわけですから、そういう人に対してきちっとした生活を考えて、ね、遺言も書くし、きちっとした敬いを持って対応を後継者、それから家族から社員もしていかなきゃいけないのかなというふうに思います。ありがとうございました。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。